はい、今日はね、昨日のカレーの残りを使って、本うどん、食塩ゼロ。これね、おうどんでね、食塩が使われていません。こういったものがあるんですよ。あ、お湯も沸いたようですね。そしてこれがカレーの残りです。まあ残りといってもこんなにいっぱいありますね。これ全部入れると多すぎるような気がするな。一食分残しておきますか。こんな感じね。そうだな、ちょっとこうして、まあ、こっちのね、余ったお湯で温かいコーヒーを飲みますね。もうコーヒーも終わりになってきたね。また買わないと。コーヒーっていうのはあれだね、まあ、なくてはね、なければないでいいんだろうけど、やっぱりお湯を飲むっていうよりかコーヒーにしちゃうよね。どうでしょうね。あー、あったか。あ、なんかカレーの部分が少ないのかな。でも一食分は残しておきたいな。カレーうどんの出来上がりです。早かったね。
レンジパンで。